ブンブンハロー YouTube、どうもマサルです今回はこちら a s u s の国内向けの公式ストア a s u s t o r e の方に新型のスマートフォン全本ナインの情報が掲載されましたのでご紹介したいと思います全本ナイ9 2022年11月2日ということでこちらは国内での全本ナイ9の発売日となります まだこちら、公式サイトの方には、今回国内モデルがどんなスペックのものが発売されるのか、価格はいくらなのか、その辺の詳細情報は掲載されていませんが、そもそも,もうこの全本内、グローバル市場向きには発売がスタートしていて、どういったモデルなのか、海外モデルは明らかになっています。おそらくは海外モデルとほぼ同じものが今回国内に投入されるかと思いますので、 11月2日から国内発売がスタートします ASUS の ZenFone 9これがどういったスマートなのかグローバルモデルを中心にご紹介したいと思いますこちらが ASUS のグローバル市場向けのホームページとなりますこのようにもうすでにグローバル向けには ZenFone 9の情報、詳細なスペックとともに掲載されています 国内でもほぼこのグローバル向きのモデルが発表されるかと思いますのでそちらスペックの方をご紹介していきたいと思いますこちらが全本内のスペックとなりますまず本体のサイズ縦 146mm 幅 68mm 厚さ 9.1mm 重さ 169g ということで とても軽量なモデルというのがお分かりいただけるかと思います、まあ、軽量なのには理由がありそもそもボディサイズが小さいというところがこの明るい理由の1つです OS につきましては最新の Android 12が搭載されていますそして CP は QualCom のスナップダウン8プラス Gen1 ということで ASUS の最新のゲーミングスマホ RONE4 にも搭載される おそらく今年発売されるモデルとしては最も処理性能の高いスナップアゴンそれがこのコンパクトなボディに搭載されていますメモリにつきましてはバージョンが2つあってまず1つ目のバージョンは 8GB そしてもう1つは 16GB というこの2種類からなります一方ストレージにつきましては 128GB モデルそれから 256GB モデルこの2つがあります ですので CPU こそハイエンドの CPU を搭載していますが実はこのストレージ容量だったりメモリ容量こういったものは他社のハイエンド機種と比べますと少し容量が少なめという印象を受けますディスペイにつきましては5.9インチ 2400×1080 ドットの縦長のディスペイを搭載しディスペイはサムソン製の有機 EL となっています 最新の HDR10 それから HDR10 プラスにも対応しておりより高画質で映画などを視聴することができますそして全本全本のこのナンバリングモデルというのはハイエンド機種に相当しますのでカメラ性能が高いのも特徴ですまず背面についているメインカメラにつきましては5000万画素 ソニー製の IMX766 というセンサーサイズも1.56分の1型のまあまあサイズの大きなセンサーを搭載していますさらにそれに加え超広角カメラこちらは1200万ガスとなりますがこれもソニー製のカメラで IMX363 というカメラが搭載されていますですので よくあるスマートフォンの場合メインセンサーだけソニー製の良い,いセンサーをつけておきその他のセンサーは安いサムスンとか他のメーカーのセンサーを採用するということも多いんですがこの前方ナにつきましては両方ともソニー製の良い,いセンサーが採用されていますさらに実は前面側のインカメラもソニー製のセンサーとなっていて こちらは1200万画素の IMX663 というカメラになります一方オーディオにつきましてはこちらマイクコンそしてオーディオアウトプットここで言っているのは何かと言いますとハイレゾに対応しているというところそして後ほど外観などはご紹介しますが実はこのモデル最新機種にしては珍しく 有線のイヤホン端子も備えています当然 CPU の処理性能が高いモデルということで動画撮影の性能も高く最大 8K7680×4320 ドットの動画撮影にも対応となりますこの 8K の場合はフレームレートは 24fps となります 4K になりますとさらにフレームレートは 高い 60fps の撮影が可能ということで特にこの 4K の撮影というのがしやすいのではないかと思いますそしてネットワーク面につきましてはモバイル通信の方は国内モデルと海外モデルで使用が少し異なるかと思いますので省略しますが w i f i につきましては w i f i 6 e 対応となっています 国内でも先日法律が改正され Wi-Fi6E 使うことができるようになりましたのでぜひとも国内モデルはちゃんとこの Wi-Fi6E が有効になった状態で発売してほしいと思います。Bluetooth はバージョン5.2に対応となります。SIM スロットにつきましてはこちらデュアルスロットとなっていて両方ともナノ SIM となります。 割と最近ではデュアルシムと言っても片方が eSIM ということも多くなかなか eSIM 対応している格安シムが少なかったりして使いにくいところもありますがこのモデル海外モデルと同様のものが発売されならば物理的なシムを2枚指すことができこの辺は使いやすいのではないかと思いますそしてセンサーも一般的なこちらのセンサーを搭載していますのでこの辺は不足はないかと思います バッテリーにつきましては、4300ミリ、ah、アンペアということで、コンパクトな端末、つまりには大容量のバッテリーを搭載しているということになります。そして、充電につきましては、付属でこの 30w の充電器が付いていますので、これを使って急速充電を行うことができます。 割と ASUS のスマートフォンは中華メーカーのスマホと比べますと急速充電の性能がやや低いところはありましたがこのモデルは 30W と十分な速度で充電することができますのでこの辺は特に不満はないかと思いますその他の付属品としましては SIM ピン USB ケーブル USB ケーブルは t y p e c to c のケーブルが付いていますそして先ほどの 30W の急速充電器 こちらも付属となりますあとこのフォンケースといって標準でカバーも付いていますので、えー、このモデルを購入する方は保護ガラスさえ買っておけばあとはカバーは標準で付いていますのでもう買ったらすぐに使えるというモデルになっています以上がこの全本9のスペックとなりますおそらくこれと同等のものが国内で発売されるかと思いますので 小型でハイスペックな端末が欲しかったという方特に iPhone の場合は iPhone のミニシリーズが最新の第13世代からは排出されてしまいコンパクトな iPhone 今は選択肢がなかなか少なくなってしまいましたのでそういうハイスペックで小型の端末が欲しいという方にとってはこの全本とてもいい選択肢になるのではないかと思いますではその他の特徴などにつきましてもご紹介しておきたいと思います なおここ数年の全本シリーズは王道の全本のナンバリングが1桁ついているモデルのほかカトの最後にフリップのつく全本なんとかフリップというモデルも同時に発売されていました今回の全本ナイシリーズはフリップモデルないのかということですが実は今年はありません理由は定かではありませんがあまりこのフリップカメラ需要がなかったのではないかと思います 作る側からしてもコストはかかる上、また使う側からしても使えるケースが限られていたり、そもそもフリップ式のカメラ、使う機会がそこまでないというのが理由ではないかと思います。ですので今年はこのコンパクトなゼーホン9というモデル、このモデル1モデルのみということになります。 ASUS につきましては、この全本シリーズ、かつてはこの全本シリーズがスマートフォンで最も力を入れていたモデルでしたが、最近ではこちらではなく ROG 本シリーズ、いわゆるゲーミング本、こちらの方に力を入れており、あそういうこともあって、全本はもう小型でハイスペックなモデルに絞りたいというところがあったのかもしれません。少し話は逸れてしまいましたが、今回の本題でもあります、この全本ナイン。 その他の特徴などについてもご紹介していきますまずは何といっても小型というのがこのモデルの特徴ですこのようにこの画像からしてもかなり小さいというのがわかるかと思いますまたデザインも特徴的でこのようにカメラ部分デュアルレンズカメラとなっていますがそれぞれのカメラ大きく1つずつ丸い枠の中に格納したようなデザインとなっています もう少しデザインの方を詳しく見ていきますとこんな感じこのようにコンパクトでポケットにも入れやすいほかしっかりと掴むことができますので意外とこのコンパクトなモデルというのはカメラを使う上でもメリットになるのではないかと思いますそしてこちら全タッチという新しい機能が搭載されています これどういうものかと言いますと、本体の側面。側面に触れますと、このように画面をつけることができるというモードになります。まあ、この側面タッチで画面を操作するというのは他にも販売しているメーカーありましたが、全本でもこの機能を使うことができます。あと、こちら。かなり驚愕く打ちのディスプレイになっていますが、インカメラはこの部分。ちょうど正面から向かって、左上の部分にあるパンチホールタイプのカメラ。 これもスペックのところでご紹介した1200万画素のソニー製のカメラとなっていますそしてこんな感じここに起動した後も側面をスライドすることによって操作することができるようなユーザーインターフェースとなっていますこの辺は他社のスマートフォンでもあまり搭載しているものは少なく意外と使いやすいのではないかと思います まあこのモデルにつきましてはそもそも画面サイズが5インチ台でコンパクトですので下から上まで指は届きやすいモデルではありますがそれでもこのように側面だけで操作できるということでいちいち指を上まで伸ばす必要がないというところは意外とこの点使いやすいのではないかと思います今回全本シリーズはこの1モデルのみということになりますのでこのようにしっかりと作り込まれているという印象を受けます それからカラーラインナップも豊富ななモデルとなっていますカラーはこのブルーそれからホワイトレッドブラックそれぞれ原色の赤や青というわけではなくやや落ち着いた柔らかめのカラーとなっていて国内でどのモデルが発売されるかというのはまだ明らかになっていませんがどのモデルも飽きのない持ちやすいカラーとなっています。 そしてこちら、これまで全本シリーズはあまり防水にシカールを入れてきませんでしたが今回の全本内は防水対応となっています、まあ、昨年のモデルまではフリップ式のカメラを搭載したモデルなどもありやや構造が複雑というところもありなかなか防水に対応させにくいところはありましたが今回のこのモデルは特に複雑な構造等は入っていませんので防水に対応させやすかったのかもしれません そして何といっても小型でありながら高性能なスナップドアゴン8プラス Gen1 ゲーミングスマホにも採用される2022年最強の CPU が搭載されておりここも大きなメリットといいますもちろんこのスナップドアゴン8プラスの Gen1 シリーズ8プラスに限らず8もそうでしたが かなり発熱が気になる CPU でしたので特にこのモデルは防水にも対応し小型モデルということでその辺の発熱対策というのはやらなければいけないかと思いますいいカメラがついていますので例えば長時間動画を撮影したいという場合などは背面にファンをつけて冷やしながら使うというような空合をしなければ特にもうこれからは涼しくなってきましたのであまり気にする必要はないですが夏にかけて 暑い時期に使われる方、そういう方は、各自冷却対策ていうのを何か考えないといけないかもしれません。本体内部としては、こんな感じで、やはりかなりいいカメラを使っていますの、ね、で、カメラユニットの大きさが目を引きます。あとは、放熱用の銅箔シートだったり、この辺もやはり イース自体も発熱かなり気を使わなければいけないというところを把握しているんだろうと思いますがこのように熱対策と思われるパーツも中に入っていますバッテリーにつきましては 4300mAh で 30W とスマホの中では高速な充電に対応していますのでこちらも特に不満はないかと思います、まあ、一部中華メーカーのモデルはもっとスペックの高い 例えば 50W とかさらにその上の W に対応したモデルというのもありますが、まあ、これでも十分と言えます一般的な急速充電というのは 18W ですねそれで比べると一般的な定格よりも約倍の速さで充電できると考えれば十分な性能と言えますカメラの配置としましてはこんな感じインカメラは正面から向かって左上それから メインカメラの方はこんな感じで、上の方が5000万画素の光角カメラ。そしてその下の方が1200万画素の超広角カメラ。ということで、まあ、この正面から見たあイラストでわかりにくいですが、ややこの上側のカメラの方が出っ張りが大きくなっています。あですので使う場合は、やはりこのカメラ部分を保護するようなカバーあ、それと併用した方が安心して使えるかと思います。 あとはこのように、強力な手ブロス製を搭載しているようで、こちら、自動でこのスタビライゼーションカメラを動かした際の振動を抑えることができるモードというのが用意されていますので、やはり動画撮影、特にビデオブログなど YouTube に投稿するような動画、あスマホで撮影するのが一般的ですので、そういう用途においても撮影しやすいのではないかと思います。 ここの画像では走りながら撮影している様子が紹介されていますがこのカメラスタビライゼーションモードを使っている状態とそうではない時でかなり画像に違いがあるのがわかるかと思います一般的なスマートの場合ですとこのようにかなり大きくブレてしまいますがこの全本ラインで撮影するとこのように滑らかな映像を撮ることができなおかつ 先ほどご紹介した通おりこの上側のカメラが5000万画素の広角カメラとなっていますのでこの一番いいカメラでこのように強力な手ぶら補正が効くということでこれは動画撮影はもちろんですが写真撮影においても手ブレをかなり強力に補正しブレのない写真が撮影できるということでカメラを使う部分においてこの強力な手ぶら補正が効くというのは大きなメリットと言えます。 5000万画素のカメラに何と言ってもこのような高画素な撮影が行えるほか、まあ、動画の場合は5000万画素をそのまま使う必要はありませんがソニー製の大型のセンサーを搭載しているということで暗所撮影の性能も高く写真、動画、あとても高画質な映像や写真が期待できます ディスプレイは5.9インチとコンパクトで、なおかつこの驚がく星のディスプレイを採用している関係上、実際に手に取った感じというのは予想以上に小さく感じるものと思います。それからディスプレイのリフレッシュレートは 120Hz という固定、こちらはいわゆるこのディスプレイの描画の速さのことを意味しており、特に動きの速いゲーム、 何かアクションゲームであったり、ここではレースゲームの画像が紹介されていますが、こういう動きの速い映像なども滑らかに表示することができますので、ゲーム用の端末としても使いやすいモデルとなっています。なんといっても CP の処理性能自体がかなり高いので、この高性能なディスプレイと組み合わせますと、ゲーミングスマホ並みの快適なプレイができます。 はスピーカーにつきましても、これにはデュアルスピーカーが搭載されており、高音質で音楽などを聴くことができるほか、最近では各社のハイエンド機種から排出されがちな優先端子もちゃんと搭載されていますので、ここはとても大きなメリットと言います。特にこのモデルはハイレゾにも対応しているということで、ハイレゾを聴く場合は、ワイルスイヤホンでは対応していないことがほとんどですので、このように。 割と高性能なハイレーズ対応の優先式イヤホンと組み合わせますとハイレーズで音楽も快適に聴けることができますあ当然最新モデルですので通信も 5G に対応国連モデルも当然 5G 対応モデルが発売されるものだと思いますということで何か特別な機能がついているというよりは カメラにつきましては強力な手頃性が効くとか、あとバッテリーは急速充電に対応しているとか、ボディは防水に対応しているとか、そういう毎日使うような基本的な機能がとにかく高められたモデルというのがこの全本9の特徴でいいます。この小型端末の場合、本来は邪魔でしかない設計上あるとむしろ設計しにくいイヤホン端子もちゃんとついていたり、 処理性能だったり使い勝手そういったところもきちんと設計されておりこの辺はメーカーとしてどういったものを作りたいかというよりはユーザーがどういった端末を求めているかというところそういうところに重きを置いて設計された端末ように思います特に国内のユーザーはスマートのあまり大きなモデルよりもコンパクトなモデルを好きになる傾向が多く ポケットに入れてスマホを携帯する方にとってもあまりサイズが大きすぎないモデルの方が持ちやすいので特に今回のモデルグローバル市場でも発売されているモデルではありますがある意味日本人向けの端末とも言います国内モデルの価格はいくらになるのかというところにつきましてはまだ公式には発表はありませんが ASOS の公式サイト2022年11月2日このタイミングでは 価格も明らかかになるかと思いますメモリだったりストレージもそれぞれ2つずつのバージョンが用意されていてどのモデルが国内モデルとして発売されるのかそしてカラーラインナップ、まあ、この国内の公式ページのカラーラインナップを見るならばこの4色のモデルがいかにも発売されるという方なデザインにはなっていますが、まあ、この辺は11月2日の発表を待ってみなければ何とも言えないところではあります。 以前しろ11月2日、もう来週になりますが、来週にはこのモデル正式に発表されるかと思いますので、そもそも国内モデルの全本9、どういったスペックになるのか、価格はどうなのか、そのようなこと、ASUS から公式に発表がありましたら、改めてご紹介したいと思います。また、毎年のことですが、このチャンネルでは最新の全本、 購入して実機レビューも予定していますので、実機レビューの様子など、今後ご紹介する最新情報が気になるという方は、グッドボタン、それからチャンネル登録の方もよろしくお願いします。今回は以上です。